私がまだ日本で大学生だった頃、アメリカ人っていうのはイエスとノーがはっきり言える人たちだって教えられたんです。でもこうやって外国に長く暮らしているとそんなことは全然なくって、人間はやっぱり同じなんですよね。知らない人に話をするというのは随分勇気がいることだと思います。私はそんな時、この人は宇宙にたった一人しかいないんだ、それでもう二度と会えないかもしれないんだ、そう思うことにしてるんです。そうすると何か声をかける勇気が湧いてくるんですよね。人の間に KDD